東京電力に対して、の監査役に対して取締役に対する訴えを提起するように請求する訴え提起請求書を提出いたしました。とですね、勝俣さんも入れて61名でございます。それで5兆5000トンで45億円という数字は日本のこれ、まあ、裁判になると思いますけど、日本の裁判史上最大の粗額になります。地震と津波対策の不備というのが今回の損害賠償請求をしろということの一番大きな柱になります。と2008年にですね、福島原発には最高で 5.7 メートルの津波が来るという試算が東電の社内であったんですね。でその試算がきちんと上がっているのに、それを握りつぶしたというか無視をしたという、こういうことがもう皆さんご存知だと思いますけど、自らの会社の中で若い研究員が一生懸命研究してこれぐらいの危険があるって言ったものをですね、もう全く無視をしていたという、もう考えられないような怠慢ぶりなわけですけど、これはやっぱりもうそれだけでも株主代表訴訟の理由になるだろうというふうに考えています。ご存知のように株主代表訴訟というのは私に払えっていう訴訟じゃなくて、株主が代表して会社に役員たちは会社に個人的に弁償しなさいという、そういう訴訟だ。お金は全部会社に入ります。お金は全部会社に入りますけど、それについて私たちは特別な要求を出しています。取れたお金はもちろん東電の人の役員の給料なんかに払っちゃダメだよと、当然被災者への弁償に使えというふうに具体的に要求をしています。やはり6月の株主総会まではとりあえず会社の東電の会社として、あるいは取締役一人一人の言動を見てどういうふうに変わっていくであろうかと期待もし、また絶望もしました。ただ6月の株主総会の時にも決定的になったのは勝俣会長の一言ですね。これは天災であると、原子力損害賠償法第3条の異常な非常に巨大な天災に当たる、うん、ということをついに言い始めたわけですね。でもはやここに至ってはですね、私たちともう考えも違うし、それからもう立っている地平そのものがもう違ってしまっていると。もう3月11日を超えて、どうやって日本の、まあ、被災者を中心としてですね、立ち直っていくのかというところとは全く次元の違うところに東京電力およびその取締役が存在してしまっているということははっきりしました。でももちろん今回の提訴は取締役を対象にしてますけれども、会社としてですねやってきたというふうに、まあ、彼らは逃れるわけですよね。やっぱり日本はこう国のためとか日本の経済のためって言って、企業とかですね、そういうところが、個人の責任を取らない。だから今回 の株主総会でもですね、大手の政府が、代理人をのよこしてですね、私たちが提案する、動議とかですね、そういうことをことごとく会社側の立場に立って否決をしたと。で結局企業同士がもたれ合い、支え合っているという会社ですね。でそれはやっぱり個人が責任を取ることがないから、そういうことが今までにずっと行われていると。ですからやはり、会社の責任者であるならば個人的にも責任を取るということで、随分この日本のですね企業体質に風穴を開けることができるんではないかなというふうに思って訴訟に踏み切ることにしました。特に取締役だとか社員だとか会社の人たちもやっぱりこれ一緒になってステークホルダーとしてですね、責任を取らなきゃいけない、そういう状態にあるわけですけど、それを全然しないでおいて、国民の金、それから消費者の金、それでここを乗り切ろうというふうな、こんな矛盾した会社社会っていうのはないと思うんですよ。